Amazon Audible などの音声で読書をすることは小説の文章力を上げるために役立つか。今日はそんなような話をしていきましょう。新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。今日はラジオネームキクさんという方からのお便りです。鈴木先生こんにちは。はいこんにちは。はいこんにちは。最近紙の本で読書する時間がなく、オーディオブックばかり聞いています。確かにそうかも。オーディオブックのおかげで家事などの退屈な時間を読書タイムに当てられるようになり、読書量が増えました。物語だけでなく声優さんの演技も楽しめますし、読むだけだと気づかなかったシーンごとの分量や文章のリズムなど意識できるようになったのも楽しいです。でも本は基本的には聞くものではなく読むものですよね。文章力を上げるためにはオーディオブックより紙や電子書籍で読むべきでしょうか。実は僕はほとんどこのオーディオブックっていうのを利用したことなくてね、今スマートフォンとそれからBluetooth のワイヤレスイヤホンっていうものが普及したおかげで、このオーディオブックもよく話を聞くようになりましたよね。で僕自身まあそんなにそのてか僕自身ほとんどそういう朗読サービスっていうのを聞いたことを使ったことがないのと、まあまだサービス自体が始まって復旧 し始めてまだ間がないので、まだ何とも言えないけど、メリットはあるよね。家事しながらとか育児しながらだと、そういう隙間時間を読書に充てられるのでね、小説家を目指すためにはやっぱりね、小説読まないことにはどうしようもないっていうことは確かなので、でその両手が塞がってる状態で本ってなかなか読むのは大変なので、でそこから考えるとオーディオブックっていいよね。手が塞がってる時、例えば車を運転してる時だとか、このキクさんのように家事をしているとき、育児をしているとき、その両手を塞がっている間っていうのは、その間にね、読書することができるので、こうスマホの画面を見ながら育児をするよりは、スマホで音楽を聴きながら子供のお子さんの顔を見てよしよしって言いながら、こうお子さんの目を見ながら耳やこう小説聞いてるっていうのは、もう僕はそっちはいいことだと思うね。で、あとキクさんが指摘されてるように、その物語だけではなく声優さんの演技も楽しめて、読むだけだと気づかなかったシーンごとの分量だとか文章のリズムなどが意識できるようになった、まあそういうメリットが現実にあるわけだからね。で、やっぱそこが一番大きいとこかな。で、僕自身がなぜそのオーディオブックを使ってないかっていうと、早い話がさ、
時間かかるんだよ。紙の本だとだいたい一冊読むのに4分5分ぐらいか。だいたいこんな本だなってざっくりつかむんだったらそれこそパラパラパラっとめくってね、その何秒かで読んでしまうんだけど、で電子書籍、僕はあの Kindle のペーパーホワイトを使ってるんで、 Kindle のペーパーホワイトは意外とこのパラ読みができないんだよね。これなぜできないのか実は僕もよく自分でよく分かってない。紙の本だとあっという間一瞬で読めるものがペーパーホワイトだとこう結構時間かかる、それなりに時間がかかるんだけど、まあそれでもそういうなスピードで読めるので、であとやっぱあれだね、小説紙で書いて目で読むっていうことを前提としているので、日本語はね同音異義語が多いんだよ。音が一緒なんだけどでも漢字が違って意味が違うっていうことが結構あるので、ね、文章に起こした時、文章を起こしてこう語る時にこれ伝わらないよねとかっていうことが結構あると思います。僕も自分の作品をこう音読してみて、音読する時はいいんだ、チェックしてるだけだから、ただこう何年かに一遍これ自分の作品朗読したりする時に、朗読してる最中でこれわかるかなとか、文章だとほら主語すっ飛ばしちゃったりすることって結構あるんだけど、これその音声だとわかんないよなとかっていうことっていうのは結構あったりするので、文章力の向上という点ではどうだろう、ちょっと疑問は残るかな。ただ本をたくさん読んでストーリーだとか人物を理解する、作品の構成を理解するっていう意味では、あとシーンをこうやってこういうふうにっていうことはあるのかなっていうことは思います。ただまあ菊さんがどういう状態なのかちょっと、いただいたメールからでは分からないんだけど、こうオーディオブックであろうと本には違いないし小説には違いないので、たくさん読むっていうことはいいことだと思います。まあぼちぼちやっていきましょうや。この番組へのお便りご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組はYouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。